おい、鈴木達夫、何やってんだよ渋谷かどっか知らないけど路上でこうやって歩いてる人にカメラういういって突きつけてあんな撮影の仕方したらあかんやろ日本のストリートスナップの巨匠なんだからそして何よりもまずいのは富士フィルムね フジフィルムはあのいつもかっこいい CM 出してんのに今回だけあんな警察に職質されてる CM 出してマジでドン引きないフジフィルムマーケティングマジでないあんな撮り方して笑い取れるのロバート秋山だけだから今日本ではねというわけで鈴木達夫を救いたい